はい、どうも、西武所沢車両チャンネルでございます。今回はですね、小田急線新百合ヶ丘駅に来ております。12月28日よりですね、小田急3000型の 3259F がなんとですね、行き先表示がフルカラー LED 化になったそうでございます。3000型で言えばですね、もう当初からフルカラー LED 化になった編成もありますが、一部の編成はですね、3色 LED 行き先表示からフルカラー LED に交換されている編成もあります。案内表示器の方はそのままの状態でございますね。今後ですね、3000型の3色 LED 車の方もおそらくフルカラー LED 化に交換される可能性があると見られます。そうなってきますとですね、3000型の3色 LED 行き先表示の車両に関してはもう消滅する可能性があると見られます。最後にその発車シーンを見て終了したいと思います。今回は小田急3000型 3259F が行き先表示がフルカラー LED 化に変わったという動画でございました。以上です。